すごい怖かったです。怖かったです。そうですね、こうキックの場合だと、もうずっと立ち技でもうすぐ なんだろうな倒せるなっていう感じだったんですよ、向き合ってみて。でもこう下があるから絶対こう注意しないといけないなと思って、でちょっと最初見たんですけど、で相手が下になった時に殴って倒してやろうと思ったんですけど、でもこう相手が上手くてやられそうになったんですけど、まあ抜け出せたので良かったですね。途中あのアームバーで危ない場面あったんですけど、はい、あの時ってどんな感じだったんですか？そうですね、もうやっぱり負けるのかなって一瞬思っちゃったんですけど、でもこうまあいろいろ教わったことを思い出してちょっと回ってみようと思って、でしっかりこう取れたっていうか、でそこから、まあ、逆転できたので、まあ、よかったですね。アームバー決められた時って、はい、逃げ出せるまだ余裕はあったんですか？そうですね、逃げ、まあ僕ちょっとあの本当に何ですか、まあ、今も言われたんですけど、セコンドの人たちからこうの、まあ、この伸びてる手でそこから持ち上げてやろうと思っちゃったんですよ。でそれを両手で持ち上げればいいのに片手で持ち上げちゃったんで余計に決まっちゃったんで、でそこからもうどうにか抜け出そうと思って一瞬パッて力入れて、で取れてって感じですね。でそこからはもう一気に決めに行ったと思うんですけど、はい、そこからどういう感じで決めに行くか。そうですね、セコンドはもうあの立たせろ立たせろって、相手を立たせろって言ってたんですけど、もう一回こう決められそうになってるのに逃げたらダメだなと思って、もう殴りに行きました。で試合後あの31日も出たいっていう発言があったんですが、出たいですね、やっぱり格闘技といえば大晦日なんで、大晦日に試合して、まあ、いい試合をして、まあ、今までみんながやったことないようなことを、はい、たくさんやっていきたいなと思ってるんで、なのでそれで挑戦したいなと思います、はい、ありがとうございます。ご質問もある方いらっしゃいますか？現在の実際 あのダメージというか、肘は一瞬伸びたかと思うんですけど、あとあのパウンドもかなり強く打ってたんで、拳とかも含めて、状況いかがでしょう？そうですね、はい、肘は今多少、まあ、ちょっと伸びてるかなって感じなんですけど、まあ、でも試合には問題ないかなっていうのはありますね、まあ、拳は全く痛くないです、はい。あとあの腕十字抜いた後もマウントを取られてピンチだったと思うんですけど、脇を刺して立ち上がった、あのあたりはどのような、覚えてますか？あれはそうですね、こうマウントは本当にやばいと思ったんで、で、まあ、練習してて一瞬でひっくり返すっていうのは練習してたんで、まあ、こう自分が攻めるよりまずピンチの時から脱出する練習を最初してたんで、それがしっかりあの生きたのかなと思います。ありがとうございます。おそらくさっきの十字とマウントっていうのは、キャリア最大のピンチだったと思うんですけども、その時に落ち着いてられたっていうのは要因っていうのは何だったと思いますか？そうですね、まあ、こう、まあ、練習でもこうあんまり焦るなってずっと言われてたので、まあ、ずっとこう落ち着いて戦いって言われてたので、まあ、それはしっかり覚えてたのか、まあ、良かったのかなと思いますね。あとは、まあ、でもこう戦ってて本当に違和感しかなかったんですよ。僕がこう上になってて、俺 MMA やってるよみたいな感じで試合中思っちゃって、でここからどうしようかな、ああそうだやろうって思って、まあ、やっぱこう練習の期間が短かったので考えてから動いてたって感じじゃないですか、まあ、キックの場合だと本当にもう思ったことすって動くんですけど、まあ、2テンポ3テンポ、まあ、遅れちゃうところがあったんで、そこはちょっと思っちょっと、まあ、今後試合に出てくるなら練習しなきゃならないと、はい、思いました。じゃあ今日の時点では、今思ってる、100% からすると何割ぐらいの出来？そうですね、まあ本当にいいとこがパンチで倒したところしかないんで、まあ、2、3割ぐらいじゃないですかね、はい。
大晦日に関しては何か、まあ、相手もあることだと思うんですけど、何か想定していることだったり体重のことだったりっていうのはありますか？いや、まあ、特にないですね。もし試合に出れればいいかなっていう、はい、やっぱこう誰もやったことないことを証明したいなと、はい、思います。他にご質問のある方いらっしゃいますでしょうか？初勝利おめでとうございます。ありがとうございます。初挑戦ということで、何か緊張感がいつもと違うとか、会場の雰囲気とかいかがでしたか？そうですね、緊張はさほどしなかったんですけど、リング上がっていざこう相手と対峙して構えてると、なんかグローブちっちゃいなとか、タックル来たらどうするんだろうなとか、いろいろ考えちゃいましたね。だから結構見合っちゃったと思うんですけど、いつもならガンガン行くんですけど、ちょっとまあでも初挑戦、それに本当に、まあ、ピンチの中から勝てたっていうのはすごいいい経験だったと思うんで、まあ、キックにも生きるんじゃないかなとは思いましたね。はい、ありがとうございます。他にご質問のある方いらっしゃいますでしょうか？1ラウンドで短い時間でしたけど、楽しめた感じですかね？そうですね、すごい、まあ、やってる時は怖かったですけど、もう本当にいろいろ頭使ったですけど、まあ、でも今思うとなんかすごい、まあ、良かったんじゃないかなと。楽しかったですね。まあ、でも、まあ、戦いなんでそんな気持ちを持ったらダメなのかなと思いました。はい、ありがとうございます。Tenshin, thank you for the first MMA event win. My question is very simple. The people outside Japan, it's not only Japan, we have a lot of people here, a lot of journalists for big matches, talking about you, about your fight. And especially outside Japan, we see a lot of people too looking at your performance, and they look at your kickboxing background, andThey see you have a lot of potential to be a big MMA fighter too in the future. How do you think about that? Because in Japan, you can be famous fast, but outside Japan, you still growing so fast too. 失礼しました。海外でですね、非常にまあ注目されているという、はい、選手でありまして、今日もですね、多くの、まあ、海外の皆さんが、ゲームを見てくださっておりました。で、日本においても本当にこれだけ早く成長されてきているわけですが、まだまだ今後海外においてもっともっと大きな選手になり、強い相手と戦っていける能力を持っていらっしゃる方だと思います。で、このキックボクシングの、まあ、経験というところも、よく注目されているところでありますけれども、そのあたりどういうふうにお考えでしょうか？そうですね、やっぱり、まあ、僕は、まあ、もう日本だけじゃとど、まあ、まりたくないんで、もう世界と戦ってこう、まあ、相手がもし、なんか、まあ、日本じゃなくても世界で、まあ、海外に出て試合をしてどんどん活躍していきたいなというのがありますね。はい、ありがとうございます。最後に写真撮影を行います。はい。